皆さんこんにちは、こんばんは。まいまいチャンネルでございます。今日はですね、1月の9日10日の、日記をつけたいと思います。先日、前回は、ここのページをで、そしてここにメモを1月の目標をここに書こうかなと思って、今目標はもう決まってるんですけど、どう書いたらいいかなとかこれはこの間動画にしたもんです。そしてですね、インスタでは載せたんですけども、何にもね、今年のお正月は何もすることがなく、することいやあるんかもしれないけどないんですよそれで、ペタペタとコラージュの練習というか、そんな感じでやってます。3日の日は写真を送ってもらったので、ひ孫の写真を、このように貼ってみました。そして、もうすごいスタイルのいい女性の、なんだろうね、これ本かなんかの記事です、写真ですよね。それを、まあ、理想の体型こんな風になったら素敵かななんて思いながら貼ってみました。そして、まあ、ここもペタペタと貼ってるだけのページでございます。次のページもペタペタと貼っただけでございます。そしてですね、これはどっかで購入したんじゃないかなって、美しい海外の方の、新聞というか本の記事というかよくわかんないですけど、誰かにいただいたのかなと思いながら、まあで今日は9日10日の文を書きたいと思います。あれ、一応ですね、ここ9日の日付どこ行ったんだろうね、ないんですよどこ行ってしまったのか、ないのね。ではですね、もくもくとちょっと これもいただいた、マスでお裾分けです。マスでのお裾分けを、ぜひとも使いたいなと思って、かわいい、かわいい。すごい粘着力がすごいですよ。
何に見えるかな。ピザ書いてるつもりなんだけど。ヘタピー、ピザ書いてるつもりなんですよね。これはコップを書いてるつもりです。コップを書いてるつもりなんですよ。
こんな感じです。では出来上がりました。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。